7時30分、関ヶ原駅です。東首塚です。今日はよく晴れています。家康の最後の陣地跡です。貴船神社です。石田三成神社跡に行きましょう。この辺りも戦ってたんでしょうね。笹尾山は左です。登りが見えますね。ここで曲がります。ここらも戦いがすごかったんでしょうね。田んぼが広がっています。風が強いです。戦いの決戦地だそうです。石田三成の陣地跡です。笹尾山です。ここで戦っていたんですね。笹尾山山頂5分の案内があります。馬防柵です。攻める方も大変だったでしょうね。展望台です。南宮さんです。慶長5年西暦1600年9月15日養老山地です。関ヶ原盆地において天下分け目の決戦が行われました。豊臣秀吉亡き後、天下取りを企てんとする東軍の総大将徳川家康は、大内誓う西軍の大将石田三成が、宇喜多秀家や小西行長の陣地の方です。
大谷義嗣の陣地、そして松尾山。午前8時、東軍の井伊松平隊が西軍の浮田隊に発表し、決戦の火蓋が切られると、両軍は眼下に広がる原野で一斉に突撃を開始します。石田三成公の陣地です。笹尾山の山頂です。8時20分です。島津市の陣地跡です。次は小西行長の陣地跡に向かいます。登りがありますね。島津市の陣地跡、そして南宮山、桃配山、養老山地続いてますね。ここが関ヶ原古戦場の開戦地です。もうすぐ桜が咲くんでしょうね。左に運動場があります。小西行長公の陣地跡です。梅が咲いています。ここから浮田秀栄公の陣地に行きます。車道に戻りました。この辺りも激戦地だったんでしょうね。伊吹山が見えるんですね。
ここが不破石の土塁の跡です。8世紀に作られたそうで北限です。線路を渡ります。これより中線道です。向こうは100メートルで不破石跡、こっちは福島正則の陣地跡です。春日神社です。福島正則公の陣地跡です。大きな杉の木です。鬼かけ、かぶとかけ石となっていますね。不破の石跡跡とかぶとかけ石です。大天の王子がかぶとをかけた石と伝えられているそうです。靴脱ぎ岩です。ここが不破の石跡です。閉まってますね。9時半です。ここが不破の石跡です。松尾芭蕉の句碑があります。あ、これ松尾。そして他にもいっぱい石碑があります。椿が咲いています。不破の石から松尾山に向かいます。